第150号特設輸送艦は、日本海軍の特設輸送艦。最初の作戦輸送で沈没した。普遍的には、第101号型輸送艦の6番艦、あるいは37番艦とされているが、輸送艦席に入らず、陳述所艦の定めを解かれたため、法令上は、第101号型輸送艦に分類されたことはない。マルセン計画の輸送艦。 仮称艦名第1550号艦として計画。当初は主機を艦本式二25型高圧端式タービン、主艦を05号ツ15改め型保護艦とする予定だったが、これら機関部の製造が間に合わなかったため、大阪造船所、川南工業、紫工場、日立造船向島造船所に建造が割り当てられた艦のうち、 最初の2隻ずつは400馬力の中速ディーゼルを3機装備して建造されることとなった。本艦はその6隻のうちの1隻である。1943年12月28日、日立造船向島造船所で起航。1944年1月27日、浸水。2月5日、第150号特設輸送艦と命名され、所管をクレチンジフと仮定。 18日、小道市街の向島日立造船所、第1工場内に偽装員事務所を設置し事務開始。3月10日竣工し、クレチンジュ副所管に定められる。連合艦隊に編入され軍隊区分補給部隊に配置。4月28日、東松7号船団に加入し東京発。本艦は、朝か丸、第128号特設輸送艦とともに、 パラオき船団に配される。7月27日、パラオでアメリカ艦上機の空襲を受け沈没した。9月5日、第150号特設輸送艦は、クレチンジュ副所艦の定めを解かれた。普遍的には、第101号型輸送艦。本来の艦名表記は、第150号特設輸送艦。競技の第101号型としての番数、命名取りやめの艦を除く。 歌唱感銘上の番数、ありがとうございます。